真面目くんの真面目に正しい〇〇の仕方講座、本日はこちらです。真面目ポイント1、お口の匂いをチェックしましょう。お口の匂いが臭いと風船が飛ぶときに匂いを空気中にまき散らかすことになるので歯磨きをしましょう。続いて真面目ポイント2、大きな息を吹き込む練習をしましょう。そしてここからがマジ重要ど真面目ポイントです。風船を飛ばした後はしっかりとキャッチしましょう。落ちてきた風船が万が一人に当たると迷惑です。では飛ばしてみせます。風船を飛ばした後はしっかりとキャッチしましょう。